はい、本間俊彦ライディングチャンネルやっていきたいと思います。一日遅くなりましたが、エミリアロマーニャ GP の決勝ですけどね、まあ僕のね、予想いい意味でね裏切っていただいて、まあマルケス選手がね、優勝したんですけど、でもまああのなんか見てるとホンダがワンツーだったんで、シャーシーって逆に結構今ヤマハやスズキに比べたら安定してるのかなっていうね感じにも見えたりもしましたが、まあ決勝までに2回転んだのかな、僕1回しか見てないんですけど、その場面をまあなんかつなぎ破れてたんで、まあ2回転んだみたいなんですけど、決勝までにね、練習走行とかフリー走行とか、まあ、プラクティクスで、転んだみたいなんですけど、まあそれで心が折れることなくね、決勝また前のような感じのマルケスになってきたんで、まあやっぱだいぶ、心のちょっとした、まあ、弱い部分っていうのかな、信じられなかった部分っていうのかな、よくわかんないけど、まあその辺がね、ちょっと回復してきたなっていう、強いマルケスになったなっていう感じはしますよね。で、まあクワルタラロもね、まあ予選ちょっと調子悪かったのは、まあ天候もあったり、まあチャンピオンに対しての、まあ大手がかかってたからね、まあ見事チャンピオン取りましたけど、まあそのところでちょっと硬くなったことによって、まあ予選が今一歩振るわなかったんでね、まあ、最後上がってきたんですけど、まあ、無難な、まあ結構早くね、いい感じで上がってきたんだけど、まあ無難な、ライディングでね、きちっと、ポイント取って、まあチャンピオンになったんですけど、まあ、まあ、なんかまあ、まあ、あのチャンピオンもさ、その、ライダーがすごくて撮ってんのか、オートバイとライダーがすごくて撮ってんのか、この頃よくわかんなくなっちゃってね、なんか、逆になんか、ライダーがすごいから撮れるみたいな、感じにも撮れちゃったりもするんですけど、まあ一応ね、2021年の、MotoGP のチャンピオンはね、クワルタラロ選手になったんでね、おめでとうございます、本当に。で、まあ、なんかこの頃、ライダーのね、意見とか、まあ、インターネットを介して見てるんだけど、まあ1から10まで本当のことは言わないわけじゃないですか。やっぱりその、雇われてる部分、いくらね、あれでも、やっぱお金もらってる部分で、全部言えてるわけじゃないんで、1から10までは、書いてある、言ってることを信用はしませんけど、何割信用していいかもわかんないんですけど、まあ、多くのライダーが、日本のメーカーじゃなくても、チャンピオン取れるんじゃないかと。逆に日本のメーカーじゃない方が取れるんじゃないかと思ってるライダーも増えつつあるような気もしてきてますよね。本当になんか最初ね、もうドカッティが表彰台登ったり、ね、KTM がトップ争いしたり、まあ、アプリジアがね、トップ争いすることでね、うわ、すげえなっていう状況が、まあ、1、2年前だったんですけど、まあ、2年ぐらい前だったのかな。そこまで来たんだ、みたいなみんな思ってたんですけど、まあ、今逆に、ちょっと、日本のメーカーがね、不安になってしまうぐらいの状況に追い込まれつつある、ようには、なんかそう僕は感じて妄想してますね。逆にちょっと日本のメーカーが押され気味になって、大丈夫かこの先っていうね、感じで、前から何度も言ってますけど、まあそういう感じも、今回のレースも、感じましたよね。まあこれもさ、もう何度も言うようですけど、開発にあたってね、日本のメーカーが、僕は海外のメーカーに追いついていった。まあ言い方が良くないんだろうけど、まあ、なんか、レベルが海外のメーカーに、近づいてったっていう風にね、にしか見えないですよね。もう、店頭の多さから言って、もう、
そういう風にしか見えないし、結局何味の素じゃなくて、モンキーライディング ボート、なんか、競艇とよく似てるっていうね、言ってたんで、なんかそういう書き込みがあったんで、モンキーライディングみたいなね、走り方になっちゃってるのも、やっぱりその、おかしな方向に行ってる証拠じゃないのかなと、まあ、僕は妄想、まあ本当はどうかわかりませんけどね、僕はそう見えてしまいますよね。でも、この先、本当に、危機感を持って日本のメーカーがやってるのかなって本当に思うんですけど、もうその、今回もね、まあヤマハがチャンピオン取ったんだけど、ですけど、やはりね、この、まあ報告書をあげるわけじゃないですか。やはり、いいね、自社のマシンとね、いいライダーの組み合わせで、チャンピオンが取ることができました。来年も引き続きね、このチャンピオンが取れるように、まあ、今後開発進めていきたいと思います。なんていう報告書を上の人にあげてんじゃないのかなって思うんですよね。いやもう、まあ妄想ですよ。僕だったら、もう完全にもうライダー任せだって、成績は。もうマシンは、がどうっていうレベルじゃないね。うん。マシンが、よくてチャンピオン取ったとかいうレベルじゃなくて、もう完全にライダーの力でもう勝ってるに近い状態で、そのいつね海外のメーカーに移ってね、チャンピオン取っちゃうかもしれないような状況にあるんで、まあこの今の状況をねいち早くね、まあ軌道に乗せるっていうのかな。という方向で、その、改めてね、開発方針とか開発方法、オートバイの作り方っていうのを考え見直す必要ありっていう風なね、報告書も、その、ヤマハじゃなく、だけじゃなくて、ホンダもそうだし、スズキもそうだし、そういうことをね、そういうような内容のね、報告書を書いてるのかなと思うんですよね。妄想だよ。本当に僕の中でいろいろそうやって、まあ、被害妄想なのかね、わかんないですけど、そういう妄想がぐるぐるいつも回ってるわけですよ。で、その、もう、やっぱりさ、その、会社の組織っていうもの自体さ、やっぱその、上の方が決めた方向性に対して、やっぱ、その部下は、間違ってようが、あってようが、そういう判断は部下がするものじゃなくてね。やっぱり、上の方がこっちの方向だって決めた方向に、信じてね、努力して、実らせるっていうことが、やっぱ組織をうまくいく方法だっていう風じゃないですか。ね。だけど、要するに、開発ライダーとかね、まあ、できるテストライダーっていうのはね、いや違うぞっていう、その、やっぱりその、会社の見方としたら、チャンピオン取れるライダー、もう、底辺にいるテストライダー、開発ライダーになっちゃうんで、その、なんでね、そんな下のライダーがね、その、上のそのチャンピオンを手掛けてるライダーの方向、性に対してね、文句をつけたり、いや、こっちにしろとかね、言えるわけないだろうっていうことでね、やっぱりその、オートバイに対して、まあ、いいことを言わない感じになっちゃう、その、テストライダーとかね、開発ライダーは、やっぱ、排除をされる方向にある。まあ、会社の仕組みとしてはそうだよね、その、上司が決めたことを、その、部下がね、下の方の部下が、いや、あれは違う、これは違うって言って、文句言うっていう風になっちゃうと、やっぱりその、経営からすると、やっぱ上司が、やっぱ方向性決めて、部下がそれに、ついてく、努力してくっていう、ものだから、大体ね。だから、その、下からブー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 文句言って、ほんで、ね、その、あれだこうだ言って、ただその上司の意味がなくなっちゃうわけじゃないですよ。ね、やっぱり方向性決めるのは社長であり、その上の幹部な人わけじゃないですか。その、
方向性のさじ加減がうまくいくから、まあ存続できたり、大きくなったり、まあ間違った時は小さくなるんだけど、そういうもんで、やっぱ上の人は上の仕事っていうのは方向性を決める。下はそれに従ってやるっていうものなんだけど、そのどうしても今、問題点っていうのは、やっぱその、一番下のライダー、もう現役早かって、現役が、じゃなくなって、もういつでも首切ってもいいんだよ、お前みたいなっていう、開発ライダー、テストライダーが、なんかちょっと、お荷物的なね、ライダーが、やっぱその、物を言えない言うと、ちょっとおかしなことになるっていう、その仕組みがね、僕悪いと思うんですよ。その仕組みが。で、やっぱりその、じゃあね、ざっくばらんにね、平らにしてね、上司も部下もね、意見言い合った、うまくいくのかって、それはいかないと思います。その、くっちゃくちゃになっちゃうんで、やっぱりその上の人は方向性を決めると。で、やっぱ下のものはそれについていくっていう、そういう組織図っていうのは、そのままにするべきだと思うしね、会社だったら。だったらどうすればいいかって言ったらね、やっぱね、その、テストライダー、開発ライダーをね、やっぱ現役のチャンピオン取れるライダーの上にしないとダメなんですよ。わかります?地位を。それを下にしちゃうから、おかしくなってっちゃうんですよ。で、その、やっぱり作る、ライダーと速く走るライダーは別なんだよっていう、その、組織図に変えていかないと、その、やっぱ、速いライダーが一番ライダーの中で上でね、確かにそう思ってますよね。だってロッシーに頭下げたりもするし、メーカーが。ね、やっぱりその、マルケスに対してもさ、1年休んでてもさ、もういらねえよって言ってんのに契約金、いや、もらってくださいなんてね、普通言わないわけじゃないですか。やっぱりその上の大将にお願いしてるっていう感覚があるんだけど、その一個上にやっぱり開発ライダーがいるっていう組織図にしないと、結局、開発進めるのが現役のライダーで何にもわかんない、作ることが知らないライダーの言う通りになってっちゃってるわけじゃないですか。で、結局僕は長年ずっと見てきてるけど、そのやり方がまずいと思うね。で、僕ね、前にね、戦闘機作ってる三菱重工で、と話したことがあるんですよ。酒飲んだことがあって。いや、実はね、テストライダーってすごくね、言うこと聞いてくれないんですよ。こう、こう、こうで、って言ったら、戦闘機作ってる方はね、三菱重工で、いや、テストパイロットの言うことは神の声だと思って、いつも、わけのわかんないことを言ってますけど、それを、何を言いたいのかっていうのをみんなで会議して、あれはどう、何を伝えたいんだ、何を言ってるんだっていうのをね、みんなで一生懸命考えて、それを理解することによっていいものができると思ってますって言って、あ、さすがだな、さすがやっぱ飛行機作ってるところはやっぱ違うんだなと思ったんですけど、やっぱりその、テストパイロットの地位が、そのね、現役を退いて、まあ、ちょっと、就職まあ、飛行機乗れるで、とりあえずテストで使うか、みたいな。そう、下の方に1位で使うんじゃなくてね、やっぱりその、すごい高い地位で、まあ、本当に方向性を決める場所にいるのがやっぱテストパイロットであって、まあ、本当に、その、現役のパイロットを退いてね、まあ、機能テストさせるだけの、地位じゃないわけじゃないですか。で、その、やっぱね、そのやり方を変えていかなきゃ、もう今のね、日本のメーカーってね、ますます悪くなっていくと思う。まあね、また今日もなんか、愚痴みたいになっちゃった妄想ですけど、皆さんどう思いますかね?それでは。